結果もいいけど過程も大事なんじゃない？そっち、狭くない？問題ないでしょ。九条さんがいいって言ったんだから。でもこんな風に静かに移動するのも悪くないと思うけど、景色もゆっくり楽しめるし。お姉さんは眠くないの？なんだ。寝るなら俺の膝貸してあげようと思ったんだけど。お姉さん、あの建物知ってる？そんなに食いつくとは思ってなかったんだけど、まあいっか。いいよ、このままで。それより、あの建物のこと知らないなら教えてあげる。ここを避暑地にしてた建築家が作った珍しいホテルで、ワンフロアが丸々客室になってるらしいよ。邪魔。誰も見てないから大丈夫。